皆さん、改めまして、こんにちは。大宮アルティッチャー代表の宮でございます。ちょっとご挨拶させていただくに、当たりまして、ちょっと座ってお話しさせていただきます。失礼します。まずですね、本日この記者会見に、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。最初に、クラブの代表である私がちょっとお話をさせていただきます。まずこれまでのチーム状況、これについてはもうすでに皆様ご承知だとは思っておりますけど、まあ、そんな中、今シーズン5月に渋谷監督から伊藤監督に監督を交代し、また夏の期間に選手の補強をやってきたところでございます。これもすべて苦しい、厳しいチーム状況、これを改善するための取り組みでございました。しかしながら今般この残り3試合を迎えるにあたり、現在でもまだリーグの順位として17位という非常に厳しい状況が続いているところでございます。今回の監督および強化本部長の交代に関してですが、まず伊藤さん、それから松本さん、この2人は監督強化本部長になられる前からですね、アルディージャに在籍し、長年クラブチームのためにご尽力いただいた方々でございます。このお二人に関してのその感謝の気持ちについては何一つ変わるものではございません。ただチームの状況が非常に厳しいというところも事実であります。私はこの大宮アルディージャというチームは常に J1 で戦い続けなければならない、そういったチームである、そういったチームでなければならないというふうに考えております。そんな中、この残り3試合、さまざまな思いはございますが、残留をするということのために何ができるのかということを考え、今回の監督交代、強化本部長の交代の決断に至ったわけであります。今回の監督の人事につきましては、新しく強化本部長となった西脇とも含めてですね、話をさせていただきました。その結果、鹿島アントラーズで数々の実績を積まれ、また輝かしい業績を残された石井さん、この方であればこれまでの実績ばかりでなく、選手の能力も十分に引き出していただけることということを確信し、今回のオファーに至ったわけであります。オファーしてから石井さんにご決断いただくまでの間、非常に短い期間、この短い期間の中でご決断をいただき、今回の監督就任をご開拓いただいたというところでございます。今シーズン、今まで大宮アルディージャを支えてくれいただきました多くの皆様、また応援をいただいておりますファン・サポーターの皆様に対しましては、非常に期待をいただいているところの結果がまだ出てございませんが、残り3試合すべて勝ち切るその戦いを見せることによって、何としても繰り返しになりますけど、 J1 の残留というものをつかみ取りたいというふうに考えております。私たち大宮アルディージャ、まだまだ残留は諦めておりません。
これからも皆様のご支援から熱い応援、共に戦うという気持ちを一緒に持ちながら今シーズン乗り切っていきたいというふうに考えているところでございます。私からは以上となります。ありがとうございました。改めまして、教科本部長にこの度就任いたしました、西脇と申します。すみません、就任の挨拶につきまして座りながら話させていただきます。まず、この度の、監督交代、教科本部長交代ということに関しまして、私自身教科本部の、スカウト担当という立場でありますけれども、教科本部のスタッフ一員として非常に責任を感じております。またですね、今のこのチームの状況につきましても、チームを支えてくれるファンサポーターの皆様、パートナーの皆様、地域の皆様、そしてこのトップチームを目指しているアカデミーを含めた、子どもたちにですね、期待に応えることができず、非常に申し訳ない気持ちで、あります。今回この残り3試合というタイミングで、教科本部長に就任いたしました。新たに石井監督にも来ていただき、まずこの3試合に向けて、チームとして一つになり、戦えるように、私の持っているものすべてをここに注ぎたいと思っております。まずですね、残り3戦、仙台戦に向けてですね、その2週間しっかり、私自身も石井監督と戦えるようにサポートしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今回プレミアリーグの監督に就任しました、石井です。よろしくお願いします。今社長、教科部長からもお話ありましたけれども、こういう厳しい状況の中、今クラブの状況を説明していただきました。でその中で、短い時間でしたけれども、大宮アルディジャの監督に、つくことを決断しました。本当に、このオファーを受けるにあたって、非常に悩んだ部分はあるんですけども、私も、この大宮ルージャの前身のチーム NTT 関東に2年ですけども所属しておりまして、このチームに対しての思い入れも非常にある、そういうこともありましたので、今回は、この状況をどうにか、出したい。リーグ戦残り3試合勝利で、終わりたい、そういう気持ちで、この監督のオファーを受けました。なので、現場だけではなく、クラブ全体がこの残り3試合に向けて一丸となって、戦えるように、私自身も現場の、リーダーとして、しっかりチームを作り直して3試合戦っていきたいと思いますので、逆に、皆さんもぜひ、この大宮アルディージャー応援していただいたり、取り上げていただいて、サポートしていただければ嬉しいかなと思います。言葉で言うのは簡単だと思いますけども、今日からのトレーニング、本当に自分自身持っている力を精一杯出して3試合勝ち切ってこのシーズンを終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。